皆さんこんにちは、しほチャンネルのしほです。今日は8月のお気に入りを紹介していきます。それではスタート。はい、まずはスキンケアを紹介していきます。1つ目がこちら、パフィーポットマイルドピーリングパッドの拭き取り化粧水です。こちらは60枚入っているパッドタイプ の化粧拭き取り化粧水なんですけど、ディズニーのゲットレディウィズミーで登場させていて、あの時はねまだ使ってからほんと数日しか経ってなかったので感想を言えなかったんですけど、ここ2週間3週間ぐらい使ってみて、すごくねなんか匂いがいいのと、まあ見た目もね大好きなピンクっていうのもあるし、こういう丸になってて反対側がボコボコになっていて反対側がツルツルになっているパッドなんですけど、最初ね私は水洗顔をしてこれで鼻のところをボコボコの方でこう拭いて、全体もねこうさーっと拭いて反対側で肌を整えるっていう使い方なんですが、夏場ってどうしても私もそうなんですけど、鼻周りがねすっごいいつも以上にザラつきがひどくて、しっかりねクレンジングもしているし洗顔もしているんですけど、朝になるとやっぱり皮脂とかが出ているのかザラザラしてくるので、これを挟むとねすごくもう肌の調子がつるっとしてくれて気に入っています。これね普通にリピートしてもいいかなと思ってるし、あの香りもすごく私が好きな香りで、最近はねちょっとこれよりサボリーノももちろん使う日もあるんですけど、結構こっちを使う日が多いです。2つ目がこちら、ラ・ロッシュポゼクレンジングウォーターです。毎日は使っていないんですけど、チーマーを当ててクレンジングをする日はこちらを使ってオフしていました。でね最近ねナノケアをまたね買い直したんですけど、1台目がねちょっとなんか蒸気じゃなくてお湯が飛び出すようになってしまって壊れてしまったので、2台目を購入したんですけど、そのスチーマーを当ててクレンジングをするときにこう拭き取りをするので、それで使ってました。こちらは福袋の中に入っていて、ずっとねお家に放置されていたものなんですけど、せっかくねあのスチーマーを使ってクレンジングしようと最近思ってきたので使って開けてみたんですけど、なんかね香りもなんかバナナの皮みたいな香りがなんとなくして、すごいね香りもいいし、何よりしっかりアイメイクもファンデーションも落としてくれてるのが感じられるのでかなり気に入っています。ラロッシュポゼっていうとやっぱり敏感肌さんとかにも向いているものだし、あの洗い流し不要なので本当にね眠い時は私これでね落とすことも最近は出てきたりしています。かなりねしっかり落としてくれるし肌にも優しいブランドなので、すごいね安心して使えています。そして3つ目はじゃん、こちらメディヒールのパックです。こちらは視聴者さんに送っていただいたものです。ありがとうございます。こちらは、ヒアルロンアクアというシリーズのもので、3枚ね送っていただいたんですけど3枚とも使いました。で1枚はねちょっと実家で使ってあの袋をね破棄してしまったんですけど、2枚は取ってあります。そして自分でもこれはすごいやっぱメディヒール良くて、あの楽天で買いました。やっぱりすごく肌にピタッと密着してくれるし、次の日の朝の肌の調子がすごく良かったのですごい有名だし、なんかこれはメイドインジャパンって書いて日本向けに作られているのか、すごい使用感が良かったので皆さんにも紹介したいなと思って紹介させていただいています。続いてはコスメです。1つ目がじゃん、こちらディオールのトリオブリックのアイシャドウパレットです。これは私のメイク動画で何回も登場してるし、見てみると分かると思うんですけど、もうカラーがめちゃくちゃ大好きなカラーで、おまけに結構すり減ってるのが分かると思います。夏場はこのオレンジカラーをメインにアイシャドウを作っていたんですけど、最近はちょっと秋モードに入る感じにしたくて、こちらのね濃い茶色を先にこうアイホールにちょっとファーっと広げた上からオレンジを重ねるっていう、ちょっと配分色のね比率を変えてアイシャドウは作っています。今日がまさにその茶色を多く入れてオレンジを重ねたアイシャドウを作っているんですけど、こんな感じで茶色多めにしています。もちろんねオレンジはパーソナルカラーで私のねなんか顔を明るく見せてくれるので、今後もねあの茶色に混ぜながら使っていきたいなと思っています。これねやっぱ本当に良かった
なんかやっぱりデパコスっていうのもテンションが上がるし、めちゃくちゃ使いましたね今月。だしこれから秋冬にかけてもちょっとねアイシャドウにしては高いと思うので手が出しにくいものだと思うんですけど、茶色も使えるし、これからだったらもうすごい万能にねこれからも使えると思うので本当に買ってよかったと思っています。ロートのリップザカラーのキャメルブラウンです。これはドラッグストア購入品で紹介させていただいたんですが、こんな感じのチュルンとしたオイルティントリップです。リップクリームに近いようなティントルージュなんですけど、グリグリやると色が出るぐらいな感じで、あんまりね発色は強くないんですけど、最近はこれをね何かオレンジっぽいリップの上に重ねたりとか、あとは先にね仕込んでおいて深みをプラスするみたいな感じで、簡単に秋っぽさというか深みのある色に変えてくれると思うので、なんかちょっと使い方が間違ってるかもしれないんですけど、何かに重ねて私はよく使っています。これね1本だけだとちょっと私は濃いめのリップが好きなので薄付きにね感じてしまっていて、なので今日もまさにね重ね付けをしているんですけど、こちらのメディアのブライトアップルージュ OR01 番を塗った上にリップザカラーのキャメルブラウンを重ねています。今手に出してみたんですけど、こちら側がブライトアップルージュ単体で塗った方で、これが上にねこのロートのこちらを重ねるとこんな感じでちょっとだけ色が深みが出るかなと思います。これから先秋にかけてはねめちゃくちゃ使うと思うし、私はチュルッとしていて口当たりも気に入っているので今後もねたくさん使っていきたいなと思っています。でそしてあとはちょっとコスメとかじゃないんですけど、主婦向けなアイテムです。まず一つがじゃん、こちらキャンドゥ購入品で紹介させていただいたケイソードのボトルホルダーです。こういう感じでポコッとしていて、ここに水筒とかを立てるように使うものなんですけど、これめっちゃ良かったです。なんかいつも水切り用のねマットとか水切り用のなんかやつにこう立てて置いていたんですけど、どうしてもなんかバランスが悪くて倒れがちだったんですけど、これはねしっかり固定されるしとっても気に入っています。2個買ったんですけど、1個は水筒、片方は蓋をねこう置いて2個買ってちょうど良かったなと思って使っています。100均のねとっても便利なアイテムなので、ぜひね皆さんもチェックしてみてください。続いても主婦向けアイテムなんですが、じゃん、こちらが約2リットル入るピッチャーなんですけど、これがちょっと楽天ルームを見てた時にめっちゃ良さそうと思って買っちゃったものです。値段もそこまでしなかったと思うんですが、プラスチック製ですごい大容量入るもので、ちょっとおしゃれなフランフランのボトルピッチャーみたいなのあるんですけど、あれで、ね、あんまり量が入らなくて結構まめにねこう入れ替えたりとかしていて、正直面倒だなと思ってたし、夏場ってすごく水分を取るので結構ね減りが早かったっていうのもあり、大容量がね欲しくて探してたんですけど、これはこうやってロックするところがあるので中が漏れずに使えるのと、縦置きだけじゃなくて横置きができるのもすごくいいなと思ってポチったものです。で実際に使ってみて全然漏れることもないし、一番嬉しいなと思ったのがフランフランのやつはここの口が少し小さいんですよね。すごい可愛くて気に入ってるんですけど、ここの口が小さくて、そう手がね入りにくくて中が洗いにくかったっていうのが正直あります。もちろんね水筒用のやつ使えばいいんですけど、やっぱそのまま洗えるとめちゃくちゃ楽だし、それでこれはねここがすっごい大きいので洗いやすいし、縦置きだけじゃなくて横置きもできるっていうので、いやめっちゃ良かったなと思ってます。めちゃくちゃ良くて気に入っています。はい、ということで今回は8月のお気に入りを紹介させていただきました。コスメからちょっと主婦向けアイテムまでバッと紹介させていただきました。私がね買ったものとか気に入ったものは、主婦向けのものは楽天ルームで、インスタグラムにはコスメとかをよく載せているのでぜひチェックしてみてください。今月もコスメ買ったの多分このリップザカラーぐらいで、全然コスメ買ってなくて、秋コスメをね買いたいなと思っているので、今からちょっとネイルがねボロボロになっているので、ネイルに行くついでにコスメをね見に行こうかなと思っております。ということで今日も見ていただきありがとうございました。本当にあっという間に夏が終わってしまいそうなんですけど、皆さん何か夏の思い出あったらコメントで教えてください。チャンネル登録、インスタ、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。それではバイバーイ。